うっそもおごりんでーす。本日もディスカバリー続きやっていきましょう。さあ今回はね、このクラッシュの能力でこのエヴァーブルグ海岸のボス、これねどんだけ食らうんかな、もしかしたらワンパンできちゃうんじゃないかなということで、今回クラッシュを持ってね、こちらチョレンジしていきたいと思います。それでは行こう。なんかここでもらえるコピー能力のどれかでやれって感じやと思うねんけど、お、すげえ、奥から手前に行く感じなんや。新しいな。マーキシマムトマトアリーノ。うわ、これ多分ニードルやろな、ミッション的には。だってこれが、ニードルがいっちゃ難しいもんな。で、ボルケーノが多分一番簡単やと思うのよ。まあまあでも今回はクラッシュがメインなんで、危な。これ B ボタン押したら発動しちゃうから、B ボタン押せへん。いいよいしょ。うわでかっ。はい。うわー、幹ふっと、これ樹齢なんねんなんや。南国樹トロピカルウッズ、ウィスピーウッズじゃないんや。それじゃあいきます。はい、ぐーっと溜めていきます。爆発いった。なんで邪魔しないで。マックスためからの爆発。めっちゃ減った、めっちゃ減った。めっちゃ飛ぶやん。ちょっと待って、これ帰れる。あ、もう帰られへんのか。いやー、ワンチャン持って帰ってこれへんかな思ってんけどな、コピー能力。いやー、これは2回確定やね。待てよ、これどうやったっけ。爆発して星が出て、めっちゃ飛ぶ。ほい。さあもうあとは、まあ、このまま星を吐き出してって感じやな。 OK。 あ、怒った。ん、うわっ、うわすげえ。うおー、これいっぱい吸い込んだらさ威力上がるとか。なんか弾き返されたんけど。なに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 、なんかブロックできた。なんじゃこれ。わわわわ、痛い。はい、攻撃が通りません。通った。はい、あ、弾かれた。横から、あ、横からやったら通るな一応。ほい、ガラガラだぜ、顔面がガラガラだぜ。ほい、よし、2個吸い込んでドン。いいね、2個吸い込んでドン。そんな威力変わらん。はい、壊れた。お、これ吸い込める。マジか。これ吸い込めんのでかいな。2個吸い込んだ、決まった。オッケー、割と瀕死やったな俺。はい、おかえり。大丈夫か。あ、設計図、ノーブルレンジャー。あー、銃のやつね。ほんで2分以内に倒すだけ。え、それだけ？マジで？あ、でもノーダメージもあんのか。そっかそっか。はい。まあまあ、多分ニードルでしょう。根っこを破壊する。はあ。根っこってなんか出てきたやつやんな。あれを攻撃で壊せってことか。ということはもう残りノーダメージとニードルとそれだけじゃない。さあ次はどんな街なんやろうな。ん、これなんで帰ってきたん俺。あ、てかなんか喫茶店みたいなのできてない。喫茶店っていうか、ほらテラス席みたいな。物知りワドルディ、設計図のありか。おお、はじめまして、物知りワドルディです。この世界に来た時に不思議な本を見つけたんです。はいはい、ワールドワイドでのスコアや情報。はい、取り逃した設計図はないようですね。ああ、なるほど、とりあえず全部回収できてるっぽいね。一番人気はマキシムトマトです。815,951回も注文されています。おお、これみんなの情報見れるってことか。ああ、なるほどね。うわ、7億枚？え？
1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万、以上、70億枚。すごいな。え、これなんか他あんの？トレンドはボルケーノファイヤー。あ、でもこれあれちゃん、みんなの進行度的にボルケーノファイヤーあたりやからちゃう？一人でのギリギリアルバイトは世界記録8370、49人。冒険で60本のポップフラワーを咲かせましたよ。なんかご飯ね、世界記録取れそうやな。え世界最速6秒ノーマルで倒した。嘘つけ。あすげえ、全部聞いたらなんかフィギュアもらえた。ナイス。ノーマルで6秒ってどういうことな、チート？でもそれとクラッシュの上位互換でワンパン近くまで削り切るみたいな、そういうことかな。はい、ノーブルレンジャーは連射力めっちゃ上がるな。倍やねんけど、すごお。お前単純に銃2個持ったら空倍やわ。空倍ですわ。おーおー、すげえ楽しいこれ。で、一旦試してみよう。ほれ。おお、すげえすげえすげえ、一方的や。貯めるのは、うわあ、すげえ、なんじゃこりゃ。めっちゃ楽しい。ドドドドドーン。うわ、マシンガンいいな。ちょっとこれ積極的に使いたくなるね。さあ、続いてのワールドは、まさかの遊園地。すげえ、ワンダリア跡地。いや、なんかちょっと今までのゲームとステージの感じが違うね。普通やったら砂漠とかさ、水中とか火山とかそういう感じやねんけど、カービィはこれまで違うんだよね。うん、オッケー。じゃあ今回ニードル使って根っこ壊すっていうのと、まあこのニードルでクリアっていうのやってみよっか。まあ、多分ノーダメージクリアはちょっと厳しそうやから、それはファイヤーでやろうかな。うい。あ、結構いける。もう結構強い、結構強いぞ。あかんかかあかん。それさえ避けきれば割とノーダメージいけそうやな。このボスに当たるのは大丈夫っぽいから、こうやって避けてれば。おお、強い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 。ほい、これで上避けて、はい、どん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 。これ連打とどっちが早いんやろ。一緒ぐらいか。はい、怒った。さあ根っこ出るよ。まだか。ほい、さあ根っこ出せ。根っこ出た。あ、違う違う違う、次や。来た、これや。根っこ壊せ。よし、壊した。ナイス。おい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 これ割と強いぞ。ニードルバカにしてたけど強いぞ。え？あれ？能力を使わずに倒す？そんなんありですか？お、めっちゃ吸い込んで、あー、感じかれた。マジか。おい、もうちょっとよ。星ちょうだい。来た、いけ、あと一発か。これで決める、決める。よーし、どうだ。え、違うの。え、違うねんけど。の、あ、オッケーオッケーオッケー、ノーダメージはやっぱ確定やね。ナイス。よし、それじゃあ今回は残りの、うん、時空の裂け目行きましょう。星1から順番にね、行きたいと思います。これやね。うわ、トルネードむずいのよな。30秒ね。了解。飛んで越えろ、トゲトゲロード。うわー、ちょっと待ってよ。これは B でしか無理よね。はいはいはい、最大瞬間風速。何それ。わあ、何これ、なんかふわーってなんだけど。はい、なんかベストタイミングで離したらその最大瞬間風速。あ、これ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 、
みたいになるんよ。よいしょ、まずい、よいしょ、いけ、ここ一旦止まって、あーなんで、赤赤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 、何してる何してんの、はい、赤全然30秒ちゃうやん、おれ、よし、もう一回行きまーす。30秒やろ、ここショートカットとかさすがにできへんもんな。ほっ、うまいことカーブを、赤、なんちゅうところで止まってんの、何してんの、カービィちゃん、あっか、なんか止まった、いけ、だー無理か、うら、あ、ここショートカットできる、できるんや、なるほどね、なんでやねん、よいしょ、割と、そう、割とショートカットできるから、ここもこれでいけるんや、なるほどね、うい、それがあるならだいぶ話しちゃうよ、おいしょ、はい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 、はい、オッケー、ほんで一直線、ダー無理か、いける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 、早いけ、何してんねん、もうこれかなりショートカットできるんちゃうか、こうするやろ、でここで止まってここまで行っちゃうねん、そうそうそう、ほんでこう行くねん、うわこれおもろい、なんかめっちゃスキップできるんやけど、いけ、よいしょ、ナイス、でもこれでも3秒しかいよいよないんや、結構厳しいね。さあ続いて星2ですね、目標タイム1分、うわ絶対むずいやんこれ、くるっと戻ってスイッチポンやってよ、いきます、うわちょっと何これ、これ飛び方がわからん、チャクラムのはにゃーははにゃなんで、おいおい、こうな、で一旦コース把握しようか、おいおい、わあ、こうして、え、これむずいんやけど、なんかやり方ちゃう、あ、こうか、普通にまっすぐに投げるだけでいいんや、なるほど、でこうして、そうそうそう、これでくるっと戻ってくるからっていうことね、しっかり特性を理解して、おい、これもナイスタイミングで、そう、そういうことね、え、次のステージあんの、マジ、これで終わりじゃないの、はい、こうして、なんかファッ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 ファってなんねんけど、それやめて、はい、オッケー、でもそっちに道あんのか、これでゴールね、なるほどなるほど、オッケー、ゴールは1分切った時にしよう、んで2分スタートやから残り1分までにクリアね、了解、おい、はい、これでオッケー、そしてこれ2つに分かれて、はいはい、オッケー、赤、これ邪魔、知るか知るか知るか、いけ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 、邪魔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 、オッケー、ここでこれ待って、あっかんってないよお前、はいはい、よし、残り30秒これいけるぞ、はい、こっち、うわ、さっきと逆回りになってもうた。あ、なんやこれ、後ろにも行くんか、なんか後ろにも行くぞ。なんやそれ、そんなん知らんぞ。てか、割と余裕やぞ。あれ ?13 秒も余裕があります。ナイス。はい、これはあっさりクリアでしたと。ナイスね。で、残り一つはボルケーノファイエトレジャー1分、オッケーオッケー、これをそんなにアクション多くないからいけるんじゃない、ほら灯してランタンスイッチや、これはいける、はい、ちょっと距離感だけしっかり把握して一発クリアとかあるんじゃない、おい、あかんって、それ
それバーニングしちゃう、バーニングしちゃうの良くないな。右切って、はい、どけお前、邪魔じゃん。はい、ジャンプでつける。あかん、バーニングしちゃった。残り30秒。はいはいはい、はい、オッケー。で前に出る、これバーニング。違う、ここになんかめっちゃあるやんすんげえ数あんねんけど。おいおい、で間違いなくこれで最後っぽい。はい、あかん、チクった、何してんの。はい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 、オッケー、あぶねえ、マジギリオッケーでーす。さあ、これでステージ2も完全クリアということで、次回からあの遊園地ですね。はい、というわけで次回こちらワンダリア跡地、楽しみと思ってくれた人はぜひグッドボタン押してくれると嬉しいです。は？調べる？お、すげえ、なんかお金出てきた。あれ、でもここは調べられへんな。あ、え隠されていた秘密のトレジャーロード発見。何それ、え、そんなんあんの。え、じゃあこっちにもあるってこと。あなんか出てきた、マジ。階段頬張りトレジャー。え、ちょ、これ何個あんねんやろ。ちょっと A レン、あ、あれ今あったよな、ここらへん。あった、え、あ、ちゃうわ、絶対あるぞ他。ここある、ここある、これないのおかしいもん、ほらですよね、明らかに怪しいもんな。ノーマルトレジャー、なんかもう一個ぐらい、いやでもこんなもんか、怪しいところこんなもんやもんね。で、ちょっとノーマルトレジャー行ってみたいと思います。目標タイム30秒。いやー、まさかこんなんがあるとはね。これ発見したん俺だけじゃん、絶対俺だけやで。んで、素敵に無敵大暴れ、ポチッとな。いた、あれでも無敵なんやけど。はい、30秒やろ。ちょ、無敵、無敵どこですか。無敵ないんですけど。もう15秒経っちゃったよ。はい、なんだ、あった、時間足りるこれ。うおー、よいしょ、レッツゴー。残り5秒、2、1、0。あ、残念。もう一回いきます。せやから押す順番としてはこういう風に時計回りに行った方が効率がいいよね。あの無敵のキャンディー手前出てくるから。よいしょ、あ、よいしょよいしょよいしょ、あ、よいしょよいしょよいしょ、オッケー。よし、これは余裕でクリアやね。オッケー、でもう一個いっちゃおう、もうこれね、この階段の、あ、こちゃうわ、階段頬張りトレジャーめっちゃ気になるやん、これ何すんねんやろ。しかも1分45秒やろ、結構長いよ。運べ階段大移動、パズルやないか、パズルゲームや。こないしてバッタンと、はい、オッケー、これで吐き出す。よいしょ、大丈夫、パズルなら俺一発成功してみせる。なんじゃこりゃ、いっぱいある階段。はい、あ、じゃあここ離して、はい、ちょっと待って、なんでよ、なんかグニュってなんねんけど。無機的にこうってこと？縦列駐車、縦列駐車します。ほんでこれが、あ、そういうことか、なるほどね。よいしょ、早く、はい、これバッタンと、
そういうことね。おいおい、よし。うわー、ちょっとこれ難しいんちゃいます？まずこれ押してみて、あ、じゃあここグニュってなるからあかんねや。これ頬張って、てか階段多いの。横向きバッタン、これは多分ここやね、間違いない。ほんでこれが一旦ここ置いとこうか。んで、いや違うな、これ手前かな今の。ほい、ほんで、でこれが左やろ。一個余るな。うん、これ一個余るぞ。え、じゃあ余ってないわ、余ってないわ。これがここで、あ、違う違う違う、え？え？ん？ちゃうちゃうちゃう、これここで合ってんのか。ほんで、これが、あ、違う違う、これ順番むずいってこれ。じゃ、これが邪魔やから一旦のけて。お前1分45秒でマジかよこれ。え、違う回答あんのかな。はい、でこれ登るようにいった、ここ置くでしょ。ほんでこれが奥で、ほい、でこれが手前や。よし、オッケーオッケーオッケー、いいんじゃない。攻略方法は諸説ありということで、ほいほいほい、よいしょ、さすがにこれで終わりでしょう。そうよね。いや、最後ちょっとこれ、最短でいいかな、むずいな。あ、クリアした。てっきり全然間に合ってないと思ったけど、クリアしました。やったー。はい、と言いますことで、次回から遊園地ね、楽しみって思ってくれた人は、ぜひグッドボタン押してくれて嬉しいです。それでは、2回目のエンディングとなりましたが、お疲れ様でした。バイビー。